瀬雅俊56が都内で31日主演映画ゴールドフィッシュの公開記念舞台挨拶に立った。1980年代に活躍したアナーキーをモデルに、かつて人気絶頂だったパンクバンドの再生と葛藤を描いた作品。この日は劇中の架空バンドガンズメンバー役が揃い、初監督を務めたアナーキーのギタリスト藤沼真一63も登壇した。藤沼がモデルとなった一を演じた永瀬は、少し雰囲気というかに老いというかを常に浴びていたくて、常に監督のそばにいました。食事の時も藤沼は視線をいつも感じてましたとのことで、ええ、瀬は、ああ、あれから食べるんだなどと観察していたそう。永瀬は今回、藤沼から事前にギターの弾き方を習った。中学時代はコピーバンドをかじりギター志望だったが、リズムがずれてすぐ首に。そんな過去には言葉少なの永瀬だが、藤沼がこんなエピソードを明かした。一回俺が弾いたのを永瀬さんがスマホの動画で撮って家で勤務、通用されたんだと思うんすけど、すぐ現場で弾けてましたからね。俺の長年のギター歴はどうなってんだと、永瀬の配役が決まった時、藤沼は周りから、お前、なんか、かっこよすぎねえか、とブーイングを浴びたという。クランクインで永瀬のセリフのないシーンを撮っていた時はカットをかけ忘れ、永瀬雅俊の最新作の DVD 借りてきたような気になっちゃってずっと見とれてたと振り返った。春役の北村由紀也48はパンク好きだが、アナーキーより後のブルーハーツの世代。工藤官九郎ら周りの先輩たちからは、どうして北村くんがアナーキーの映画に携われるわけ？なんでお前があれ春役なんだよ、お前がアナーキーの何を分かってんだよと僻まれたという。他のガンズメンバーは渋川清彦48ロックバンドド発展のボーカル益子直澄56松林真治47で、藤沼も最終的にベストのキャストと太鼓判を押していた。